卒の方、フリーターの方、第二新卒の方は DYM 就職、あなたに合った求人をピンポイントでご紹介します。詳しくは概要欄をご覧ください。だから賢いおバカたちがあの時集まったじゃないですか。そうなんだよね。そう、すごいなんか自分が中途半端だなっていうのをヘキサゴンを見て思ってて、クイズ番組も大喜利だから、大喜利センスがないと勝ち残っていけないんだとか、いろんなお仕事バーッと入ってきてる中で引退したわけじゃないですか。それ事務所起こりましたね。当時所属した事務所はそんなに無理強いする会社でもなかったんで、いい事務所、多分私が勝手に触れちゃうので、来月からフリーなんです。そうなんですね。私が勝手に感じて、私が勝手にプレッシャー感じて、私が勝手に連れていったって感じなんで、やっぱ思い起こしても絶対そうなんですよね。誰も私のこと責めてないし、誰も私に攻撃してないし、それこそいじめられてもないし、思い起こせば私が勝手に自分で自分を追い詰めたなっていうのはすごく感じますね。それもやっぱ急に売れちゃったからなんじゃないかなと思うんですよ。だって本当に下積みがあったら急には辞めないと思うし、確かに急にってなるとビビっちゃって、なんかわかんないわかんないって難しいよね。でもかといってビビらずにやっていくと、なんかこうあなたかタレントとしてなんか逆に潰れるパターンもあるやんか。そうですね。実力ないのにあると勘違いした、で一方で実力まあ別にないこともないのにないって思って潰れていくっていう、やな世界。難しい。みんなのアルバイト、枕営業とかってあるんですか？ずっぱり聞くな。枕営業、まあ当時ってこと、昔当時ってあるんですかね。でもなんか汚いのが入ってきてなさそうだから、急に仕事がバーってなったから多分そんなことを考える暇もなかったんで。そう、最初に誰に辞めるって言ったんですか？事務所です。事務所のマネージャーさんとか、ね、はい、そうです。ある日突然、それともちょっとずつこう、なんか結構本当に辞める直前はちょっと精神的に結構追い詰められたので、自分の出てるテレビ番組に向かってブスとか自分に言ってるぐらい結構精神的にまずい状態まで追い込んじゃったんですよ。だからさすがになんか心配だからみたいな感じが先行してたので、一回休んでみたいな感じで休んで、そのまま引退したっていう。休んでる方がいいやみたいな感じになっちゃったってこと。それもなんかすごい嫌な感じで、その休んでたら休んでたで仕事がないみたいな感覚になるんですよ。自分が休んでるくせに、はいはい、あ、なんかこうやって私は忘れ去られていくんだっていう気持ちにもなってて、全然休めてなくて、休んでも辛い、止まっても辛い、結局何でも辛いんだみたいな感じに当時はなってましたね。どうやって乗り越えたんですか、それを？いや、でも乗り越えてないですよ。やっぱ一回ボロボロになっちゃったんで、そこから一人の人間として頑張ろうと思ったのに1年以上がかかって、なんで自分は芸能やったんだろうとか、どうして私は辞めたんだろうとか、どうしてこんなに自分に自信がないんだろうとか、すごく自分と1年ぐらい本気で向き合って、それこそ本当に愛とはっていうのを本気で考えてて、なんでこんなに愛されたいんだろう、なんでこんなに愛されなくてはいけないんだろう、なんで愛されないといけれないんだろうとか、もうちょっとそれぐらい考えて、で当時は自分のことが嫌いだったので、自分のことを好きになることを許そうから始まって、ちょっとずつ元気になったんですね。自分自身が。そうですね。自分のことを好きになろうは無理で、でも自分のことを好きになることを許しますって自分に言ったら、バーッと涙が出てきて、深いなんか。その間はそのでも収入源とかはどんな感じだったんですか？なんか芸能してる時に何もお金使ってなかったんですよ。忙しかったから。そう、はい、で特に物欲とかもなかったので、お金がなくなりそうな瞬間に、さあここからが決めどころだぞみたいな、生きるなら何かをしなくてはいけないみたいな感じで、お金が尽きるまでが自分との向き合った時間。その後は、それでその後保育やったんです。保育を、保育士、そうです、保育園で働いて、そう、次のキャリアを保育園にしたんですよ。
そっか、保育園やったら子供はさ、知らんしね、うん、親御さんとか知ってるってなりそう。あ、そうですね、はい、おっしゃる通りで、子供は知らないからと思って働いてたけど、親御さんは知っていてっていう感じで、うん、まあ、なんかまあそんな簡単な話ではなかったっていう。それはうざって思ったんですか、それともまあ知ってくれてて忘れられてなくてよかったの方なんですか。私に関してはもう後ろめたさしかないって感じですね。なんかやっぱり知られてなかったらよかったのにみたいな、うん、それは本当に私本名なんで、本気で本名を変えられないのかなって調べたりとか、一応ねこういう活動、うん、ああいう活動された方じゃないですかみたいな、変な人寄ってこないんですか、縁に来ないんですかとか親御さんに、あ、そんなこと言う人も言われたりとかもして、でやっぱ保育園的にはそういうリスクは添えないからみたいな感じだって、あ、断られることも、そうそうとか言われたりとかするときに、あ、本名って変えれないのかなとか調べて、あ、結構いろいろかかっちゃうんだ、そうかみたいな、もうだからなんか本名で芸能活動ってしちゃダメなんだなとか、なんかやってモテるわう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 わでもそこまでやっぱ芸能のこれが私生活にずっと影響を及ぼしてて大変やった、ね、でも15年ぶりに復帰、はい、これは矛盾した話ですね。もう徐々に忘れ去られていって自分の芸能じゃないキャリアでどんどんやっていくかと思いきや、今だともうなんか笑ってくれる人いないんですか。今そうですね、もう時間も経ってるんで、私芸能事務所の代表を今やっていて、で1年半前から事務所を立ち上げてるんですけど、1年半前に事務所、じゃあもう社長さんやって立ち上げてっていうことなんですか。そうです、そうです。あ、そうなんや。それグラビアの事務所、タレント事務所です。役者さんとかバラエティとか、だから結構実は昔ながらだなと思ってて、先ほどね、うん、お話ししてた育てるっていう事務所じゃなくて、うんうん、売れてる子を SNS でこう探すよねっていう事務所が多いと思うんですけど、うん、うちはもう全然なんか数字もないし、もう本当にゼロからの子を、あ、この子売れるんじゃないかなっていうのを私が感じた子に声かけて一緒にやらないかみたいな。どうやってそれ資金源というか、その投資するお金は保育で貯めたお金ですか。これがうち給料制じゃないんですよ、歩合なので、うん、変な話、自分の生活が守れて人脈さえあれば正直スタートは切れるんですよね。そんな資本金があんまりないまま、そんなに多くなくても一応スタートは切れるっていうことも、始めるときにもともとその芸能のつながりっていうのが、その当時の芸能つながりはないんですけど、だんだんやっぱりその昔自分がやったっていうところで、その別のなんか全然違う経営者交流会とかで再会したりとかして、当時なんかフリーの子はでもなんかすごい相談に来たりとかはしてたんです。昔芸能やられてましたよね、なんか私タレントになりたくってっていう相談してる子がたくさん、する子がたくさん来て、芸能を昔やっていたので制作会社の方とかに会うと、ために案件とか送ってくれたんですよ、オーディション情報とか、それをフリーの子に渡したりとかしてて、たらこれって事務所だな確かに、うん、確かに、まあ、だから育てるって言っても、例えばじゃあアイドル育てるってなったら、うん、歌の稽古させて、うんうん、まあ、演技やったら演技させて、うん、なんかしてっていう風なやり方を取るから、じゃあその稽古費用をどうするかなんかなんだとかってなっちゃうけども、そうではなくて知り合いのそのオーディション情報を渡すとか、そういうやり方で、その能力に対する投資は各々でもやってらっしゃるようなタレントさんが多いってこと。で、各々の場所をこっちが探すんです。例えばワークショップもいろいろあるけど、うん、どの方のワークショップが一番いいかとかを、ね、あの探して、ね、でそれで金額交渉して、この金額ならいけるっていうのを確認して、じゃあこれでやろうみたいな感じとか、あとはもうその制作会社さんにこっちが営業かけて、営業って言っても無名の子が通ることはそんなないので、うん、せめてオーディション情報送ってくださいって頭下げてっていうことをやってやると、役者さんとかは意外になんかこう成立するというか、うん、あとは各々に力を入れて、うんうん、あとは芸能で戦っていくためにはこういうような感じで現場に入るんだよとか教えたりとかをしているので、うん、なるほど、あれなんか昔ながらの事務所みたいなやり方してるなって思います。でもいいですよね、憧れる昔のやり方、ね、ゆきちゃんこれチャンスがないフリーになった最初の巡り合った縁ですか。うちのゆきちゃんいかがですか。あれだとしたらこの前占って
った結果とはまた違う。あれ何よ、何がどういう結果、うまくいかない。ひどい。うまくいかないはその前の事務所でしょ。事務所にいる限りは何もかもうまくいかない。えでもちょっと千里眼で別に入れなくてもいいんですけど、ゆきちゃんがうまくいくかどうかどんな風に見えます？結構そんな無茶ぶりを求めるんじゃないよ。もうちょっときちんと挨拶しとくべきだった。ゆきちゃん後で一緒に挨拶に行こう。土下座しますみんなのアルバイト1年半で社長やってて、そこまでは芸能界引退してたじゃないですか、はい、でそれで自分も出ようって思ったのは何か。確かに結局だから裏方だけじゃなくて自分も出る理由というか、この芸能でその数字じゃない子たちが勝つのはどれだけ覚悟決めれるかだよってことをずっと自社のタレントに教えてて、なんか芸能を目指してる子たちってあの大中小全部含めるとお米5キロ分が、このお米5キロ一粒一粒がどこかでみんな芸能を狙ってる。あのそれだけライバルはいるよっていうね。そうそうそう、多いってことね。ライバルはこれぐらいの数が確かにって言われて、それはちょっとなりたいなも含めて、本気でなりたいも全部含めてお米5キロ分。わ、意味分かった、意味分かった、分かったって言われてる中で、でそれってでもすごい無理ゲーに見えるけど、でも1個光ってるお米あったらこうやってやったら見つけられるでしょみたいな、うん、だから周りはどうでもよくて、どうしたら自分が光るか、ここしかないんだっていう話をしていて、そのために何をするかっていうことを考えること、でそのために行動を起こすことに覚悟がいるんだよって話とかいろいろしてるんですけど、まあ伝わらない。でも伝わるわけないなと思って、だってそのものは見てないんだもんって思った時に、なんか周りから、いや自分が背中見せるのが一番早いんだってっていうのをすごい周りから言われてて、ああなるほどな、うん、できることは何でもやりなさい、使えるものは何でも使いなさいっていう、がむしゃらにやりなさいって言ってるんです。この時代に合わない言葉だけど、芸能はまだまだアナログだからがむしゃらになりなさいってよく言ってるんですけど、じゃあ私もがむしゃらにならなきゃダメだよなって思って、で使えるものは何でも使えるの中に自分もう入ってるんじゃないかなと思って、めちゃくちゃ親身になってくれるわけね。みんなのアルバイト。テレビってもうみんな出たいものなのかな、最近の子って。芸能というものについてちょっとやっぱ私は危惧をしてて、ドラマ映画とかこの辺はまあ絶対今後もあるから、その俳優っていう職業とかはいつまでもあれやねんけど、そのいわゆるバラエティ番組やったりなんかやったりっていうのがテレビじゃなくてもいい感じになってきてるやん、うん、なんなら YouTube とかインフルエンサーとか、うん、じゃインフルエンサーっていうのは芸能かどうか問題とかなってきたりもするやん、個人でやったりするから、うんうんうん、でそこに私も悩んでんねん。テレビは出れんねんけど、そんな YouTube とかあんまり SNS がそんなバズってないっていう逆パターンになってんねん。え、もともとは SNS バズってやるんですか、どっちが先だったんですか。昔は SNS やった。ああ、私はコラムがきっかけが多かったかな、産経でコラム書いてるとか、うんうん、産経書いたりとか、そのフェイスブックでいろいろうじゃうじゃ書いてたのをコラムとかみたいにしてコラムに書いたりとかして、うん、そのコラムが評価されてなんか番組に呼んでもらったりとかするようになって、まあ、その中で YouTube も始めたりとかしてやってみたけども、まあ、ある程度は伸びたよ、20万ぐらいとかになったりはしたけど、うん、そうは言ってもテレビは出させてもらえるし、その仕事は安定的にあるから、でそっちで輝くこともある程度はできて、多分いろんな芸人さんとかの話聞くと本当に恵まれたぐらい出れてるなとは思ってんねんけど、前もゆきちゃんに話したけど、かといってじゃあナンバーワントップに今からなるっていうのがちょっと違う時代というか、ナンバーワントップの芸人さんとかタレントさんとかおるやんか、でそれが次の世代になる時の、まあ、多分さらにその次の世代と思うけど、どんどんみんなテレビ出てない時代になってくるやろう。だから例えば松本人志さんに例えばじゃあ憧れたとして、今からじゃあそれに憧れてバーって入ってもテレビを見てる層が好きで無理やん、お金かけられる番組のお金も違うし、だからその芸能というものにすごく私はどう向き合っていけばええんやろうって、自分が子供の頃に見てきたテレビと今とであまりにも違う変換期ですよね。そう、なんか有限って感じします。かといってじゃあテレビ切って全部な YouTube したり何体 SNS に振り切る勇気もない。でもそれがそのがむしゃらなんやろな。え、でも Twitter でお見かけしたことがあって、多分女優さんとかを育ててるんですか、うん、
はい、うち役者とあとはそのバラエティとか舞台って言ってる子たちがいて、なんでうちはテレビを目指してる子たちの事務所なんですよね。でもそれって本当おっしゃる通り SNS とテレビってなんか違うものなので、どこに自分が行きたいかでしかないと思うんですね。マジで YouTuber とかいろんなインフルエンサーおるけど憧れるやつが一人もおらんねん。やっぱテレビの方が自分は全盛期の時に見てたから、うんうん、あれがおもろかった、うんうん、それと同じようなクオリティのことを YouTube でできてる人はいません、私が見る限り。だからやっぱ役者がええで今から役者になる。役者目指したらよかったわ。私も最近役者目指してる、最近っていうかもうずっと目指してるんですけど、最近分かったことがあって、いろいろ話聞いてる時に売れてる役者になる道が2つあって、一つが地道に役者 の磨きをつけて演技力つけて出る方法と、まずテレビって売れっ子になって出る方法があるんですって。それをどっちもやる人って一番売れないらしいんです。そうやね、それ私最近気づいたから最近ね気づいてやね。小高さんはどう思ってるのかなって知りたい。例えばその役者だったらキャスティングされるのはもう2つのパターンしかなくて、1人は数字を持っている子、うん、要するに SNS でフォロワーが多くて、うん、集客とかその視聴率とかが見込める数字を持った子でメインをまず作って、周りを実力者で固めるんですよ、うん、だから選ばれる場所は2つしかないと思ってて、実力者になるか数字を持つか、残念ながらこの2巨頭しかないんですよね。でも実力派を狙うとすごく時間がかかるので、ほんまに米粒の話になってね。そうです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 、うん、だからそれこそ絶対に覚悟をしなきゃいけない、この1年2年で売れるという気持ちすらも諦めて、もうとにかく力をつけるっていうこと、それもう本当に泥水すすって実力をつけるっていう方法、うん、もう一つは数字を得て呼ばれるようになる。数字持ってる子他だって いるじゃないですか。そうやね、そうだから私だけが数字持ってるわけじゃない。でも数字持ってるから選ばれた時に、この子実力派までとはいかないけど下手ではないんだねってなってくると、上手くない数字持ってることをそこでなりにやれる、うまくやってくれる子の数字も取れたら、それなりにうまく やってくれる数字ある子が呼ばれるので、で呼ばれてる数のうちに実力をつけるってことしかないと思ってて、うんうんうん、でもゆきちゃんはせっかく、うん、それ出れへんねん普通、ちょっとのチャンスもないねん普通は、うん、であるんやったらもうやりたくないこととか、もう思ってないと思ってもやらなあかんやと思う。じゃあそっちでもっと下ネタ言った方がいいってことか。そう言った方が分かった。さっき言ったそのアウトデラックス出る時はちゃんと求められてたの何だっけ。あ、もっと自分の下ネタのことを言えばよかった。そうそうとか、あとはその彼氏って言ってくださいって言われた時に、はい、彼氏って言って、そうほんまちゃうねんけどなって悪魔に心売る気持ちで、まだチャンス残ってる。まだある、まだいける、まだある。だから小坂さんの事務所はどっちをやってるんですか。うちは2パターン用意してます。なぜかといったら実力派だけ固めたら会社潰れちゃうから、うん、だから現段階は別にうち数字持ってる子いないですけど、あなたは数字を狙っていきなさいって言って、あ、ちゃんと言ってあげるんですか。言います言います、こうちゃんと教えてあげてください、ね、で実力派でしかいけないだろうっていう子は長年やる覚悟で挑みなさいっていうのは結構明確に伝えていますね、うん、あの教えてくれないから事務所、うん、私の事務所とかはもうセルフプロデュースだよって言われてた。いやてか分かってもないのよ、だいたい分かってない、分かってない。マネージャー層とかさ、自分が接するような層は分かってないし、分かってる人もあんまりそんな言いたないやん、確かに、うん、細かいこと。だからここでね、まんまとカメラの前でねこう言ってるのはおかしいチャンネル登録よろしくな。リニアルは正しい世界の、ね、解釈ができるチャンネルとなっておりますのでぜひともチャンネル登録していただけたらと思います。ありがとうございます、ね、今後はもうやっぱそういう芸能のところで自分がみんなを引っ張っていって他のタレントさんとかも引っ張っていきたいとか、そういう感じなんですか。そうですね、あの目標としてのチャンネルが映画チャンネルなんですよ。映画チャンネルって必ずブリーフ団がいて、なんかブリーフ団もすごいなんか結構生き生きすごい個性が出てて、あの感じすごくいいなと思ってて、うん、はい、なんで自分がチャンネル
チャンネルをやりながら自社のタレントの個性が出るとすごく意味があるなと思ってやってるんですけど、でも大丈夫、あのタレントさんこれもしも見てて、あ、うちらブリーフローちょっとイメージと違うぞ、メインじゃなかったらダまさかの、いや、それはメインになってくれるぐらいまで売れてほしいですよ。そうよね、いや、そうよ、自分がエガちゃんと言ってなくて、エガちゃんが出てきたら自分がブリーフ団になるし、そうです、カメラマンになるし、そうよ、そうです、そうです、そうです、勘違いしないようにしてください、ね、いや、なんかね、やっぱ人生波乱万丈聞けたんじゃないでしょうか。今日はお越しいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。